千年万華ワンパーということで、千年万華23回目やっていきましょうか。チャプター3の4のまた続きっすね。楽しそう。レナさんめっちゃ楽しそう。いや、前回レナさんの回だったんだけど、いや、めっちゃいい人だったね、レナさん。やっぱ。あの、かけらを持ってたんだよね。なんか知らないけど。なんか代々おじいちゃんから受け継がれてたみたいな。で、それを持ってた影響で村雨ちゃんとかもまあ見えてるみたいな、感じらしいんだけど、まあその大事にしてたものをね、譲ってもらって、で、その、まあ譲る条件が親友になりましょうみたいな。そんな当たり前やろみたいな。もう親友だよみたいなね。いやー、もうレナさん、ほんといい人だったんだけど、紙袋見つからなきゃいいな。レナさんに。なんだこの紙袋はみたいな感じでね、レンタローからもらったやつがあるんだけど、あれはいつバレるんだろうな。じゃあ見ていきましょう。鼻歌を歌いながら俺の布団のシーツを整えるレナさん。これなんか見つかりそうで怖えよな。手早いのにビシッと綺麗。そこら辺はさすがプロといった感じだ。もうプロだよな。むしろ俺が手を出したら邪魔になりそうだ。本当にすごいね。これが旅館で働いた成果ですよ。おお。これからはレナトコジョウズリヒテナウアとお呼びください。お気に入りボイスになります。トコジョウズリヒテナウア、すごいね。このミドルネーム、これどこの名字なんだろう。トコジョウズ、トコジョウズ誰かさん。いや、その呼び方はいかがなものかと。トコジョウズってそういう意味じゃないからね。うん。そうなのですか。うん。ではどういう意味でありましょう。どういう意味なんでしょうか。それはこれは言っていいのか。ごめん、俺の口からはちょっと。宿に戻ってから猪谷さんに聞いてみてくれないかな。あとトコジョウズは外では言わないように。はあ、かしこまりました。そうだな。お首をかしげながらもうなずいたレナさん。その頃には完全にシーツを整え終えていた。手際いいね。さて、軽く拭き掃除もしたいのですが。ちょっと待ってて、すぐに準備してくれよ。あ、はい、ありがとうございます。そうして俺は部屋を出て洗面所に向かった。お、アナザービュー。マサオミが戻ってくるまでに片付けをしてしまわないと。マサオミったら、みんなのお見舞いを放ったままにして。あ、やばい、これ見つかんのか。やっぱやっぱ見つかんのか。確か小春は琵琶でしたね。うん。私の持ってきたプリンも一緒に冷やしておいた方がいいですよね。うん、まさかその袋のものまで一緒に冷やすとか言わないよな。そういえば、うん、レンタロウのお見舞いは何だったのでありましょう。見ちゃダメだよ。もし本当に、もし冷やした方がいいなら冷やさないと。冷やすものじゃないぞ。おい、茶色いか、なんで開いてんだよ。レナさん、ダメだよそれは。茶色い紙袋を開くとさ、中には本ですか。うん。あ、なるほど、本だけ見て、あ、本ならいいや、みたいな感じ。確かに安静、ん?にしているのもなかなか大変ですからね。それ、その本見てると安静にできないぞ。きっと暇つぶしの本ですね。そうですね、暇つぶしですね。これでしたら、冷やす必要はなさそうですね。うん。あ、え?袋の口、え、何してんの?袋の口音、なんで破った?テーブルの上に置こうと持ち上げたその時、バリッとか袋の底が破けて、おい、袋の底、もうちょいなんか強い袋にしとけ。袋、何してんだレンタロウ。もうちょいちゃんとした袋で持ってこい。そしてドサドサと中の本が畳の上に。あ、うわ、いけない、破れてしまいますこれ。どういうリアクション。いや、際どい、際どい。これ映していいのかな。モザイクかけた方がいいのかな。畳の上に広がった本。
いや、もういつものくだりですね。その表紙にはドドーンと女性の裸が待って、こんなにさ、こんなに本のさ、表紙がドーってさ、こう、なんか、生々しく出んの、なんか、初めてじゃない？ユズソフトさん。だいたいなんかデフォルメされてさ、こう、SDA とか出てきたりするけどさ。マシャオビってばなんて本を本当に。いえ、これはレンタロウのお見舞い、うん、持ってきたのはレンタロウでしたね。そうです、冷静だね。それにマサオミも男、マシャオミもな、男の人がこういうのを読むのも普通。それは知識としてはもちろん知っています。ただこれを見ちゃうとな、知っていますが、こんな格好は恥ずかしくないんでしょうか。あら、レナさん、しかもこんなに幼い子が。幼い子？あ、いえ、でも日本人はみんな若いもの、きっと大人なんですよね。幼い子ってなんだ。あれ、私もいつかはこんな風に肌を晒すのでしょうか。トロトロレナさん可愛いな、なんか表情いいね。そうなると当然、相手の人も裸で、裸、裸。恥ずかしい。なんかレナさんのこういう姿、結構なんかレナさんはそっち方面もこう普通なのかな、なんかなんていうの、動揺しないのかなと思ったら、そうでもないのか。男性の裸だなんて。でもそんなことを言っているわけにも。日本に来る前にもみんなにバカにされてきましたし、私も少しは慣れておかねば。なるほど。では失礼して。失礼するな、レナさん。ドキ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 。好奇心が抑えきれてないよ。お気に入りボイスですよ。あかんや。すごい顔だな。なんて過激な、ファッキン、ファッキン。表紙通りのファッキンな内容の本です。そうですね、ファッキンな内容の本ではありますね。こんないやらしく胸を持ち上げるだなんて。わお、ね、どうやって持ち上げてんの。なんだその目。なんだその目。どういうこと？本の真似をして自分の胸を持ち寄せてあげるようにギュッと持ち上げ、え？あ、何？そういう知識を今得ちゃったってこと？これは期待できそうだな。まさか挟んでんのか。こうして、うん。これがこんな感じでしょう。うわあ、挟まれたい。むむむ。私は一体何を。こんなことをしている場合ではないことは分かっているのですが、妙に気になってしまう。俺表紙隠さねえとダメだな。ちょっと俺もうちょっとレナさんのその持ち上げてるのも気になるんだけどさ、表紙の方がちょっと生々しすぎてダメだこれ。これは編集ですね。再び本を手にして、男の人はこのような過激な本を、写っている女の人は恥ずかしくないのでしょうか。写ってる女の人は挟んでるんですか。やっぱりファッキン、ファッキンすぎます。もはやファッキンです。ファッキン、お気に入り音声だ。ファッキンって、もはやファッキンってないよね。なんやね、金って禁じてるやん。こんなファッキンな格好まで。ファッキン、こんなファッキンもこれ以上見ていられませんよ。そうですね。めっちゃ見る。こんな格好。めっちゃ見てる。しかし、どうしてモザイクがかかっているんでしょう。わざわざモザイクをかけるなんて。もしや、マサオミはモザイクに興奮する特殊な趣味なのでありましょうか。いや、モザイクなかったら生々しいけどな。これもいわゆる日本の変態の一つ。それ変態は、
アニメじゃなかったっけ確か。変態ってあれだよね。そういう18禁アニメのやつだよね。うん。めっちゃ見るやん。もう言い訳できないよ、これ。いや、これは、あれだな、むしろいいのかもしれないな。レナさんにこの知識を植え付けて挟むとかな。ファッキンすぎて頭がクラクラしてきました。もうファッキン言い慣れてんじゃん。もうファッキン言い慣れちゃってて、なんかもう普通になってきてしまってない？このままだと、うん、私の頭までファッキンしてしまいそうですよ。なファッキンってなんなん？お気に入りボイスです。禁じてんじゃないの、ファックを。もうファッキン、ファッキンしてないのよ、それ。頭が。うん。男の人まで裸になって、うん、入ってる。これが、シックシュ。お気に入りボイスになります。若干、怪せみを感じた。あれ？まずいな。この状態、この状況どうする？この状況を、マサオミが帰ってくんじゃ。マサオミ帰ってきたところで、さらにそこにマコさん入ってきたらちょっとカオスになりそうだな。あ。遅くなってごめん。レナさん、持ってきたよ。で、どうしたの？レナさん？なんで突然倒れてるの？腹が、男と女の腹が、シクシュ。かわいい。お気に入りボイスだよ。言ってることは全然かわいくないけど。発音かわいい。裸って、俺は別に脱いでないよな。というか、畳に何か落ちてる。これって、うん。エロ本？なんでこんなところにエロ本が？俺のじゃないぞ。この表紙に見覚えないし。あ！この袋、レンタロウが持ってきてくれたお見舞いって、エロ本かよ！ありがとう！レンタロウ！素直、素直でよろしいわ、マサオミ。でも、もう少し隠して渡せよ。いやまあ、放置してた俺にも責任はあるけど、そうだな。ちゃんと片付けろ、マジで。とりあえず、タオル冷やしに行って、誰か手助けを、って呼ぶな。その前にエロ本を隠しておかないと。手助けとか言ってる場合じゃねえからな、今。はあ、まさか意識を失ってしまうとは。お恥ずかしい限りです。これは編集が大変だ、今回。本当に大丈夫ですか？これ、立ち絵で、なんか出てくんのかな。はい。もう平気です。わお、お風呂に入ったおかげでシャッキリであります。シャッキリですか？何ですかシャッキリって。これオープニングにもあったね、このシーン。あ、てか村雨ちゃんも一緒なんだ。すごいね。ご迷惑をおかけして申し訳ないでした。うん、いいえ、助けていただいたのはこちらですから。大事なくてよかったですね。びっくりしたぞ。ご主人が慌てておるから駆けつけてみれば、畳の上に倒れておったからな。ちゃんと処理した後だったんだよな。一体何があったんですか？それは、まあ、いろいろとありまして。ちょっとファッキンな事情がね、ファッキンな事情がありましてね。とにかく、もう平気です。うん。あまり深くは追求しないでください。思い出しただけで、私。クラクラします。大丈夫ですか？はい、平気であります。さすがに実物がなければ倒れることは。それにしても、すごい広いのですね、吉野の家のお風呂は。うん。四夏荘の温泉の方が広いんじゃないですか？確かに露天の温泉は広いですが、室内はこちらの方が大きいです。あー、室内の風呂ってなるとそうなのか。私の先祖でお風呂にこだわりを持っている方がいたみたいで、友竹の湯殿には氷の温泉が引いてある。マコの怪我にもいいはずだ。
しっかり浸かるのだぞ。まこさん大丈夫か。まこさんのお体めちゃめちゃ綺麗。みんなにはね見えてないけどね、隠してると思うんで。わーすごいなー、わーもう全部見えちゃってますね。ところで村雨様は写し用のものに触れられないんですよね。あー確かに。これあのお湯はどうなん。村雨様も服を脱げるんですね確かにね。我が輩の姿は説明が難しいのだが、意識を投影したものでな、思いのままなのだ。おお。それはつまり着替えも簡単にできるということでしょうか。可能といえば可能じゃが、服の構造がよくわからぬものは無理だな。へえ。てかさ、この左下のやつは、てかみんなには見えてないか左下のやつはさ、後ろでこう結んでないんだけど、こっちの一枚絵の方は後ろで結んでるの、なんかいいね。もうくるくるくるって、あのお湯に浸からないようにさ、髪の毛。温泉に浸かることはできるんですか。湯に浸かることはできん。ああ。だが法理の湯は神聖を帯びているからな。我が輩の体でもぬくもりみたいなものは感じられて心地よいのだ。どういう感覚なんだ。湯には浸かれないけどぬくもりは感じるんだ。そういえば海外の方は裸で温泉に入るのが苦手と聞いたことがあります。まあシャワーだもんね。まず風呂がないもんまああのフィリピンとかでもそうだと思うんですけど、まず風呂ないっすよ。うん、もうあのシャワールームみたいなのがあって、もうそれだけだよね。レナさんは大丈夫なんですか。そこは少し大変でした。ああ、旅館の従業員は掃除の時間に温泉に入ることができるのですが、最初は口から火を吹きそうでした口ではなく顔から火が出そうではないもう辛いからな、口から火出たら。お、ありがとうございます。うん、とにかく誰かと一緒に裸で入るのはとても恥ずかしいです。同性でもですか。もちろん女の人でもです。日本の方は恥ずかしくないのですか。確かにね、なんかもう慣れちゃってるけど普通に恥ずかしいよな。そこは慣れだと思います。まあね、お風呂で水着を身につけることに違和感がありますから。逆にね、タオルを巻いてみたいなのあるけど、それに慣れていると言っても、うん、やっぱり多少は恥ずかしい気持ちもありますよ。あ、そうなの。まこさんも。そうね、一人でよく知らない人がたくさんいるような温泉だとためらいますね。他にも自分を圧倒するような存在がおるとやはり気になるな村雨ちゃん、圧倒する存在しかいないじゃん周りに。一部圧倒ってありますか。うん、あ、一部の部分がな。でかい。でかいの。それは確かにそうかもしれませんねこのでかいの顔いいなこれ切り取ってツイッターにでもあげようかな、これ。と、外国の方はすごいですね。何がそんなに違うんでしょう。遺伝子。我が輩からすれば、ヨスの山子も十分だがの。なあ。みんなでかいよな。はい。いや、なんでもない。とにかく時代の流れもあるであろう。昔は公衆浴場だったが、今はそれぞれの家についておる方が多いからな。すみません、苦手なら苦手と言っていただければ。あ、いえ、確かに苦手なんですが嫌ではありませんよ。それに裸のお付き合いをするものでありましょうもうそういう認識できたのね。こんな風に一緒にお風呂に入れる友達ができて私はとっても嬉しいのですよ。そういえばかけらを譲っていただいた条件をアリツさんから聞きました。そう、まあ、みんなでね、親友になってくださいと。おお、あれですか。ありがとうございます。かけらを譲っていただいて。平気ですよ。お礼を言われるようなことではありませんので、これでよかったんです。おじいちゃんもご先祖様もそう言ってくれます。うん、まあレナさんがそう言ってくれるならね、嬉しいけど。きっと私は友達を助けるためにかけらを日本に持ってきたのだと思いますあのさ、あの、ま、風呂で、いや、いいよ、こういう話を
するのはいいんだけど、あのプレイヤー側として考えてみて、みんなからはこれあのただのさ白い幕が貼られてて、あなんかいい話してんなって聞こえるかもしんないよ。プレイヤーの視点で見てみると、この肌色ですげえ真面目な話するなっていう何これみたいな。ですから有効活用してください。うん、それが一番ですよ。そうだね、本当にありがとうございますなんか逆に面白いなこの肌色で。それよりも、はい、大変でありましたね。今までずっとあんなモンスターと戦っていただなんて。そう、モンスターとね。 いえ、そんな風に言われるほどのことでは。それにいつも頑張ってくれているのはマコですから。いやでもマコさんの防御力ありがたいよね。マコも怪我をしているのですよね。何かあればいつでも頼ってください。ありがとうございます。村雨ちゃんも、私でも力になれることがありましたらいつでもどうぞ。うん、もしそのようなことがあればよろしく頼む公共のお手伝いとか。どうしたんです村雨様。いや、そのなんというか、我が輩を認識できる人間は限られておったからな。ああ、そうか。このようなざっくばらんな態度には慣れておらんというか、どうしていいものやら。ああ、吉野様と同じ状態なんですね。ねえ、吉野とですか。吉野様も友人とは慣れていなくて、一緒に遊びに行くときもですね。マコ、そういうことを言わないでいいからいやなんかほんと水いらずみたいな感じになってきたね水には入ってるけどお湯いらずいや入ってんだよな。でもみんななんか水いらずというか、なんか楽しそうだな。一体どんな話をしているのだろう。女子同士の裸の付き合い、ちょっと気になる。覗くなよやめろよお前、覗けねえと思うけど。でも下手に忍び寄ったりしたら日立さんに気づかれるだろうな。そうだなあのマコさんいなければまあワンチャンあるかもしれないけど、マコさんがいることによってもう防御力が一段と上がってるんだよな、こっち方面でも。いや、そもそも覗く勇気はないんだけど。いや、勇気うんぬんじゃなく覗くな。俺はかけらをポケットから取り出してみる。なんかちゃんと保管した方がいいんじゃないか、どっかに。危ねえぞマジ。あーでもまあそっか、このまあ、正臣くんが持ってた方が安全ではあるのか。まあ、村雨ちゃんと一緒にいればね。村雨丸と一緒に。さらに、一回り大きくなったかけらは、こうして手に乗せると、まるで熱を持っているようにも感じられた。なんかさ、これが完成して、なんか仮に、この、あの、なんつうの、かけらが全部集まって、なんかでかいたたりが出てきたら、なんかそれはそれで嫌だな。なんかでかいラスボスみたいなさ。これからの目標は見えはしたけど、どれだけ集めなきゃいけないんだろう。少なくとも2、3個くらいじゃないよな。大変だな。ま、そこを考えても仕方ない。今まで漠然としていた目標がついにはっきりしたんだ。できることがあるならまっすぐ走るだけ。とにかく今は一つでも多く欠片を集めることだ。そうだね。頑張ろう。宣伝版か。じゃあ今回は編集点多いからこんなところで終わっとこうかな編集点多すぎんだよな今回。よし、あ、チャプター3の5になったしね。今回はここまでにしときましょうか。いや、レナさんも、いやー、ハサミの技を覚えてしまいましたか。レナさんがハサミの技、ハサミギロチン覚えちゃったら我々一撃必殺なんで必中の一撃必殺になっちゃうんで、っていうかもう逃げることはしないので絶対必中なんですけど。いやー恐ろしいですね。いやーもうあれに、あのメロンに挟まれたらまあ誰も逃げられないと思いますのでね。まあレナさんルート、まあもうちょい後になると思いますけどね、楽しみにしておこうかなと思いますそれではバイバイ。